なんで動画撮ってんすか、もう動画ダメっすよ、もう本当に。それ何食ってんですか。おにぎりですよ。何味海苔の佃煮。海苔の佃煮。もうやめましょう。海苔の佃煮。海苔の佃煮おにぎりです。ちょっと食べてください。うん。何入ってました？海苔の佃煮。なんで？だって海苔の佃煮ですもんこれ、はい。どこの？セブンイレブンの。あ、ファミリーマート。あ、全然違う。全然違うこと言った。結局どこの？いや、ファミリーマートさん。具は。海苔の佃煮。海苔のおつまみ？佃煮です。わかりました。いい、何もないですよ。何も生まれないですよ、この動画は。ありがとうございます。あ、ほら、いますよ。いいのがもっと、いい素材がいますよ。これもう食べた後なんて言った。これ何を食べたんですか。白くまアイス。白くまアイス食べたんですか。はい。いつですか。夏。いや、さっきです。冬。冬に食べました。冬のアイスで。はい。白くまアイス。白くまアイスはどこのあれでしたっけ。なんかどっか九州とかじゃないですか。熊本とかなんかあっちの。そうだ。ソーダ味だったんですか、その白くま。福岡県朝倉市って書いてある。違いましたね。絶妙に違いましたね。なんか九州のイメージありますけどね。まあ、九州ですね。いやでも本当にちょっとアイスばっかりだとね。はい。ちょっとあんまり食べすると体に悪いので。ほう。いつもその自分はいつも家で野菜を取ってます。あ、家では野菜を。野菜を。あ、本当ですか。まあまあ、体にいいね。あ、体にいいですもんね、やっぱり。朝と夜は、はい、トマトと、はい、オクラとブロッコリーを、はい、体に良さそう。湯がいて。トマトは生で。はい。はい、血圧が気になるんですか。血圧はちょっと気になるんです、はい。あとやっぱりなんかブロッコリーはなんか体にいいって聞いたんで。あ、そうですね。はい。あとオクラもちょっとなんかいいかなと思って。そうですね。はい、なんか体に良さそうなイメージはありますよね。その3つは必ず山盛り。お茶碗に山盛りで。はい。まあ、お茶碗っていうかこういうなんか器に。じゃあお茶碗じゃない。お茶じゃない。聞いてます。あ、なるほど。でもトマトはいいですよね。高血圧の人にはなんかいいらしいですよ。はい。あとブロッコリーもやっぱりね。ブロッコリーはそうですね。なんかいい、最近なんかよく言うんでね。はい、体作りにね。はい、あと僕らもなんとなしに。なんかネバネバしてるので、はい。その3つ元気もりもりです。あ、本当ですか。はい。じゃあこれからはもうハッピーターンは控える。いや、ハッピーターンは控えない。ハッピーターンもりもり食べますよ。ハッピーターンも。あ、ハッピーターンもりもり。そのために、はい、そのトマトと、はい、ブロッコリーとオクラを。オクラでもなんかその3つどれも甘じょっぱくはないですよね。いや、まあでも健康のためにサクサクもしてないですし。してないですし、はい、好きというよりはその健康のために食べてるという。ああ、なるほど、はい。で、それを食べてもう甘じょっぱい。それを食べてからハッピーターンをむさぼると。なるほど、はい。ありがとうございます。もう健康、それで健康ですよね。そうです、健康です。もう元気もりもり。ぴったり。ありがとうございます。
消毒だ。うわまずは消毒だ。